タンタクジ、タンタクは、中華人民共和国北京市の西郊街の門東高区にあるお寺である。タンツゲ山のふもとにあり、北京市街地から約30キロの場所にある。非常に歴史あるお寺であり、新大に建立されたと言われている。もともと、下福寺と呼ばれていたが、新の高貴帝にクキクモ寺と名付けられた。高貴帝は自らクキクモ寺と書いた額を送ったと、される。 しかし寺の裏側には竜の湿地帯があり、山の上には宅の木があったことから、民間では常に短拓寺と呼ばれ、それが定着した。古刹であるため、古くから多くの有名人がこの地を訪れた。特に清の高規邸と建竜邸は何度もこの地を訪れた。このため、高架のお寺にもなった。1929年にはわざわざ、 紹介石が参拝しに来たほどである。中華人民共和国成立後は1956年に首都区が訪問したことがある。ただし、文革時代に貴重なものが破壊され流出した。1968年に一度閉鎖されたものの、1978年より復旧作業がスタートし、1980年7月に再び一般開放された。太陽放電。 タン寺は北に座した南向きの建物で、東、真ん中、西の三つに分かれている。真ん中の建物は、山門、天皇門、太遊宝殿、ビル閣などで、東は、法上院、信ぶきよ閣、暗宮院、万寿愚、大号愚で、西は、海外、観音殿などになる。また、建立帝が植えたとされる、帝王樹、廃王樹の遺鳥の木は、樹齢千年を超えると言われ、 見どころの一つである。その他、山頂にあるビル角からは全体を眺めることができ、山全体の紅葉なども見ることができる。ありがとうございます。